どうも、よしふみです。本日は天空のアジトというスパで整いたいと思います。ファイヤー。そして皆さん、メリークリスマス。天空のアジト、最寄り駅はですね、京王線にある笹塚駅、笹塚駅から徒歩2分という都心で駅近、最高じゃないですか。都内にお住まいの方にはぜひおすすめの場所ですし、いつか私も僕も東京へっていう方はですね、今日僕が先にレポートしますんで、この動画を参考にしていつか遊びに来ていただけたらと思います。ということで本日も元気に楽しく行ってみましょう。いざ整う。天空のアジト、前情報なんですけれども、ここ天空のアジトにあるサウナはドライサウナ、なんと温度が100度、まさにファイヤーということでね声枯れそう。はい、ということで暑いのが好きな僕にはたまらないですね。暑いのが苦手な方は本当に無理しないでください。はい、ロウリュもあるということで楽しみですね。より暑くなるっていうことなんですよ。そして水風呂は温度が約17度ということで気持ちいい温度だね。はい、この水風呂の売りなんですけれど、水質はもちろんなんですが、お風呂の大きさと深さが売りということで、他のねお風呂と間違えてしまうほどの大きさということでですね、比較的ね、水風呂って小さかったりするじゃないですか、大きさが。なんですが、ここは大きいということでね、はい、そちらの方も初めてなんで楽しみですね。はい、では行ってみたいと思います。では後ほど。サウナレポートとはいえ、ちょっと贅沢なことをしてるなと改めて感じましたね。はい、ということで天空のアジトなんですけれども、サウナ室がですね、僕が今まで入ってきたサウナの中では比較的小さい部屋でした。3人掛けのベンチが2つと2人掛けのベンチが1つなので、10人も入らないサウナ室ですね。はい、でですね、この天空のアジトはビルの10階にサウナがあって、高層からね、外の景色が見える中でのドライサウナということでですね、他とは違ってすごく開放的で、楽しめましたね。そして、サウナ室の中には、時計が1つついていて、温度計も、1つついていました。今日のサウナの温度は、98度とちょっと暑めでしたね。本当にそういった意味で僕が暑いのは好みと毎回言っていますが、最高に燃えました。ただ鼻息をするとですね、暑いんです、痛い感じこれ分かる人分かるよね。最高でした。そしてロウリュができるということだったんですが、こちらセルフロウリュとなっておりまして、サウナ室の中に、桶と柄杓が置いてあるんですね。はい、なので、自分でその柄杓でその桶にある水を取って、サウナストーンに水をかけて蒸気浴を楽しむということで、僕もね今日なんとねやってみました。恥ずかしかったんだけど、他にも人いたんで失礼しますみたいな感じでね、ちょっと僕もまだねいろいろとわからないことあるんで、これから勉強して皆さんに伝えていけたらなんて思います。はい、そして、水風呂の温度はですね17度と、ちょっとねでも冷たく感じました。はい、ですが、水質はもちろん、大きさと深さがあると冒頭ではお話ししましたが、大きかったね。ぜひ皆さんも入ってみてください。そして外気浴、10階の、高層からできる外気浴ということで、同じ階にですねバルコニーのようなねベンチが置いてあって、そこで外気浴ができると、ちょっとね都会の中でね、都会の喧騒を離れている感じがしたんでね、すごくねまた違った感じで気持ちよかったですね。
はい、そして高温のサウナがお好みの方にぜひという情報なんですが、ここ天空のアジトはですね、毎月10日、20日、30日は高温サウナデーということで、まあ、通常時よりね、サウナ室の設定温度がなんと10度上がります。10度だよ。つまりここの温度は100度ってことは110度までいくということで、大丈夫でもちょっと僕も一度行ってみたいですね。暑いのが好きという方はぜひ行ってみてください。今日僕が入ったサウナのセット数は2セットです。1セット目は10分入りました。そしてその後水風呂で1分半、だいたい最近1分半が多いかな。前までは2分だったんですけど、1分半入って、そして外気浴で10分、はい。2セット目は12分入りました。12分、しっかりとですね、でも汗止まらないね、やっぱ暑すぎてでしっかりと汗を出して水風呂に入って、水風呂は今回も1分半入りました。そして最後外気浴は今回はちょっと短めでね、8分しましたね。本日は天空のアジトのレポートをお届けしました。皆さんもぜひ、サウナたまには遊びに行ってみてくださいね。来週は2021年一発目のサウナレポートになります。皆様ぜひ、楽しみにしててください。そしてこの後20時から生配信やります。ぜひゆっくりクリスマスを堪能できたらと思いますので、ゆるーくゆるーくよろしくお願いします。今日もサウナレポートを見ていただきありがとうございました。今後ともよろしくお願いします。以上、よしふみでした。バイバイ。